水曜日は香港、ハッピーバレー競馬場でドンジインタナショナルジョッキーズチャンピオンシップに出場しました。この名誉あるイベントに久しぶりに出場できてよかったのですが、果てが出せず残念です。いつものメンバーに加え、初めて1糸口に乗るジョッキーもいて盛り上がったと思います。ただ後味の悪いレースになってしまったとこのもあり、関係者に去る仕分けない気持ちです。香港ジョッキークラブ祭欠員より12月に6日からに9日まで4日間の騎乗停止処分が下り、日本でも同じ期間の騎乗停止め、今年は有馬記年賀最終日となりました。気持ちは前向き、気に切り感得ていきます。この週末は晩神で楽しむナレースがある図書競馬、皆さんお分かりで勝負阪神ジュベナイルフィリズのシェングランプの走りにご注目ください。